こんにちは、ゆたかです。今日は7月の9日です。いや、やってしまいました。もう僕としたことが、7月6日にですね、水木奈々さんのニューアルバムが出たんですけど、買ってたんですけど、ちょっとね、仕事がパタついてて全然開封できてなくてですね、もうだから木金2日遅れで開封したいと思います。 Amazon さんから届きました。いや、僕としたことが完全にミスですよ。もう来週のね、ライブに向けて、ライブ僕は神戸の1日目初日行くんで、それに向けてね、ちょっと今日からこの土日を聴きまくって曲を覚えたいなと思ってます。ずーんと、もちろん買ったのは初回限定版です。よいしょ、じゃんと。先日YouTube でね、5日か、発売日の前日に、YouTube じゃね、奈々さんがね、LINE ライブで、いろいろと中をちら見せしてましたが、完全にあれですよ、もう、ほんとショック。いつ以来だろう、発売日にちゃんと聞いてないの。本当に、基本的に発売、もうもちろん買うのは当たり前として、発売日にね、聞いてるんですが、くそ、マジで今回はミスった。お、初回限定版 Amazon での特典かな、チケットオーダーですね。今回のライブのチケットはこれに入れていこうかな。いいね。と、Amazon だと、よいしょ、マステを剥がして、ちゃんと、ポストカードですね。これもAmazonの特典だったっけ、忘れちゃった。ポストカードと、チケットホルダーが来ました。チケットホルダーの方ちょっと開けようかな。いやー、やっと土曜日だ、マジで。まぁ、ちょっと今世の中いろんなっていうか、まぁ、例の件でちょっとバタついてますが、そんな中でもそうやって日常をお送りできればなと思ってます。じゃん、チケットオーダー。まあ質感はプラスチックですね。よいしょ。で、中はこんな感じ。2枚入るって感じですね。今回は神戸と、茨城と埼玉2公演の計4公演、参戦予定なので、よろしくお願いします。ってことで、じゃん。来ました。ディライテッドリバイバーですね。裏面がこれ。秋葉で撮ったらしいですね。これ合成かなと思ったら本当になんか撮ったみたいですね。LINE ライブで、おっしゃってましたけど、朝5時とか4時とか。5時で4時の秋葉でなんか特別な許可もらって撮ったっておっしゃってたんで、そんな感じです。ちなみに、初回限定版がスペシャルフォトブックですね。でね、これブルーレイついてるんですけど、非常に残念なんですが、ブルーレイを再生するキーがなくてですね、ちょっとどうしようかな問題が僕の中で出てるんですよね。プレステ5がね、買えればね、プレステ5買ってブルーレイ再生してって感じなんですけど、再生機だけ買うのもなんかなと思うんで、どうしようかな。けどこれライブ前に見たいんだよな。どうしよう、ちょっと今日プレステ5近くの量販店行って奇跡的にないかなっていうのをちょっと探しとこよう。ててて、あっぶねー。よいしょ。ちょっと一個だけ苦情言うと、こういうところ最近だとなんかピッてビーって剥がせるやつあると思うんですけど、あれがなかった。よいしょ。まあ CD もね、物を買わなくてもいい時代にはなったんですけど、僕はね、ナナさんの CD だけは常に毎回買ってますね。逆にナナさん以外の CD 持ってないんですよ、リアルで。よし、で
ではでは開けてきます。まあ、これもね、あの LINE ライブで見た方は分かってると思うんですけど、今回3つですね。で、多分これがディスクですね。これはフォトブックなんでちょっと中はお見せできないですと。で、こっちが CD かな。こっちが、こっちブルーレイですね。ちょっとどうしよう、マジで後で見たい。で、こっちが CD ですね。で、歌詞カードもついてると。今回は15曲ということで、歌詞カードの中はあれですけど、まあ一応ライブホームですね。これ最後のね、日本外資が当たんなかったんですよね。千秋楽行きたかったんだけど、あとなんか、まあ、いつものあのなんかキャンペーンの CR コードとかが入ってるって感じでございますと。まあ、歌詞カードはこんな感じです。じゃんと。歌詞カードって見ないんですけどね。で、CD、ま、中としてはこんな感じです。フォトブック、ブルーレイ、CD の3部構成ですね。ちょっと今から、CD を iPhone に取り込んで、 iPhone に CD 取り込むっていうね動作はちょっとめんどくさいんですけど、まあ、取り込んで、この土日は、車の移動中とかね聞きまくりたいと思います。もちろん来週の月から金の通勤時間ももう聞いて聞いて、歌詞を完全に覚えられるようにね、努めたいと思います。いやー、ライブが楽しみだけどね、ライブのチケットがまだ届いてないんでね、ちょっと郵便局になんかあるっぽいんで、今日は郵便局に行ってライブのチケットも取って音楽聴いてっていう土日を過ごしたいと思います。ではでは、今日はですね、水木奈々さんのディライテッドリバイバーを2日遅れで、もう本当ファンとしては、ファンクラブ会員としては情けないですね、2日遅れで開封させていただきました。ライブ行かれる方は一緒に楽しみましょう。ではでは。